誰かね。今になって静寂に水を差すとは困ったものだ。知っているかね、4月は残酷な季節、そういった詩人がいる。不毛な大地を前に冬眠から目覚めねばならないからだ。思えば人類の世など不毛なばかりだった。召しいた文明の無意味な膨張、繰り返される流血と戦争、数千年を経てなお脆弱な歴史の重ね塗りだ。世界はやり直されるべきなのだよ。救いは弥勒経典にある。今日はその予言の成就される日だ。古い世界は黄昏に沈み、新たな世界が生まれる。君は何者だね。公園の粛清劇を生き残った同胞というわけでもなさそうだ。彼女の知人か。なるほど、ここは病院だったな。見舞い客というわけか。だが蟻の穴から包みが崩れるということもある。少し不憫な気もするが、消えてもらおう。何、恐れることはない。この世界の住人皆がもうすぐ君の後を追うことになる。少し早まるだけのことだ。愚かな。運命に逆らえはしない。やめなさい。ほんの彼一人をなぜ見逃してあげられないの。この程度のことで計画は揺るがないはずよ。ことの代償ではありませんよ。私は計画に例外を許すつもりはない。彼を助けてくれないなら私はもうあなたに協力しません。困った巫女だ。まあ教え子の面倒は教師に任せるとしましょう。今すぐ部屋を出て行ってください。私はこの幸福な終わりを一人静かに迎えたいのですよ。屋上で待っているわ。あそこなら町がよく見渡せる。その目で確かめにいらっしゃい。これから世界に起こる出来事を。どうかなさいましたか、坊ちゃま。あのものが気になるんでございますか。そうでございますか。それはそれは。でも今は忙しゅうございます。後にいたしましょう。
たのね。さっきは間に合ってよかった。君が悪魔にやられなくて。あの人の氷川の話を君も聞いたでしょ。間もなくこの世界は混沌に沈むの。それが呪胎。人がかつて経験したことのない世界の転生よ。今この病院にいない人間はみんな命の明かりを落としてしまうわ。こんなやり方、きっと誰も許しはしないでしょうね。でも今のまま老いた世界を生きながらえさせても、いずれ力を失ってしまう。世界はまた生まれるため死んでいかなければならない。その罪を背負うのは私だけど、後悔はしていないわ。最後に決まった運命で君はここにたどり着いた。これで君は呪胎を生き残るわ。でももしかしたらそれは死よりずっと辛いことかもしれない。だけど私は君を信じてる。ねえ、私に会いに来て。たとえ世界がどんな姿に変わっても私が力になってあげる。これから訪れる世界で私は巫女として創生の中心をなす。きっと君に道を示してあげられるわ。わかってる。理解できないことだらけよね。でも今はもう時間がないの。いい？もし君が自分の力で私のもとへたどり着いたなら、その時には教えてあげる。すべての疑問の答えを。そして私の本当の心の内を。
我が世界へ入りたる者へよ、お前の心を見せよ。おお、お前の心には何もない、断りの芽生えすらない。それではできない。世界を創造するものとはなり得ない。行け、そして探すがよい。お前は何者かにならねばならぬ。恐れ多くも、坊ちゃまはあなたに興味を持たれています。人に過ぎない哀れなあなたに特別に贈り物をあげようと申しております。あなたはこの贈り物を受け取らなくてはなりません。動いてはいけません。痛いのは一瞬だけです。これで君は悪魔だ。悪魔の力を宿せし、災いなる魂、マガタマ。これであなたは悪魔となったのです。坊ちゃまはいつも見ておられます。くれぐれも退屈させることのないよう。